ブライトシャイトは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州議専行政管区のラーンディル軍に属すマチソンである。ブライトシャイトは、ヘッセン州、ラインラントプファルツ州、ノルトベストファーレン州の三州境界に面した、ベストーバルトの東斜面、高度266メートルから614メートルに位置する。ブライトシャイトは、北は、ブールバッハ、ハイガーよびディレンブルク、東は、 ヘルボルン、南はドリードルフ、西はビリンゲン及びリーベンシャイトと境を接している。この町は、主流であるブライトシャイトのほか、メーデンバッハ地区、エルトバッハ地区、グステルンハイン地区、ラーベンシャイト地区で構成されている。ブライトシャイトの現存する最も古い記録は1230年で、ビディンスケットと表記されている。 1309年に建設された教会の塔は現在も残されている。農業を主体としていた。この集落は18世紀から豊かな粘土生産が利用され、数多くの製徒業者が成立した。1880年、ブライトシャイトには650人が住んでいたが、その約1、4が製徒業に携わっていた。1899年に、 最下年度工場が建設されたことで、ブライトシャイトに新たな時代がもたらされた。それまで独立していた多くの投稿が手作業をやめ、工場での賃金労働者となった。ブライトシャイトの1916年の人口は948人、1925年の人口は1091人であった。1930年代末に、ドイツ国防軍がこの村の高台に飛行場を、 建設し、1939年に、待望の鉄道が開通した。1971年12月31日、ラーベンシャイトが、自主的に、ブライトシャイトと合併した。1977年1月1日に、エルトバフ派、グステルンハイン、メーゲンバフ派も、ディル軍、ギーセン軍、ベッツラー軍及び、ギーセン氏の新設に関する法律に従ってこの町に、合併した。 収穫地区であるブライトシャイトは、この町の地理的、経済的、文化的、行政的中心地である。現在、約2000人の人口を有する、この古い境界集落は、単に最大の集落というだけでなく、全方向に正常に伸びる道路により、ベスターバルトの交通の接続点となっている。以下に、ブライトシャイトが属した両方及び、行政機構を列記する。 ブライトシャイトの町議会は23議席で構成されている。紋章は1988年2月26日にヘッセン州内務省の認可を受けた。図柄基部から短く、反りのある金色の三角図形。その中に赤い舌を出した青い獅子の頭部と5つの小さな青い四角形。上部は青字で、向かって、 左に金色のポット、向かって右に斜め十字に組み合わされた金色のハンマー。聖徒博物館と福音主義協会上入道、ヘルプストラビリンス商入道、ヘルプストラビリンスは観光洞窟として整備され2009年にオープンした。ブライトシャイトエルトバッハ、カルスト地区では、カルスト水源、数多くのドリーネやエルトバッハ洞窟が見学できる。 これらはカルスト学習路を使っていくことができる。ブライトシャイト町内には多くのスポーツクラブがあり、例えばサッカー、テニス、卓球、射撃競技などを楽しむことができる。中核地区には体育館があり、各地区に運動場が整備されている。夏にはブライトシャイト飛行場で、グライダー、発動機付き飛行機、スカイダイビングが行われ、冬には クロスカントリースキーコースが設けられる。グリル場やレジャー施設は各地区にある。二つの広域遊歩道、ベスターバルトシュタイクとロッタールシュタイクが町内を通っている。中核地区には多目的ホールがあり、各地区にも公民館が設けられている。メーデンバッハには野外プールがある。ブライトシャイト飛行場での航空祭連邦道 B255 号線が町域の南部をかすめている。 また、修道 L3042 号線、L3044 号線、L3391 号線や多くの軍道が町内を通っている。連邦アウトバーン A45 号線のヘルボルン、西インターチェンジは中核市区から約 7km の距離にある。ブライトシャイト飛行場は2年ごとに開催されるグロースフルクター家で知られている。ブライトシャイトは かつて鉄道ハイガー・ブライトシャイト線で鉄道網に接続していた。エルトバッハ地区にはベスターバルトク・ベール鉄道のスイッチバックの駅があった。ブライトシャイトには基礎家庭学校、本家庭学校、実家学校に養護学校を併設したフリッツ・フィリッピ・シューレがある。メーデンバッハ地区にはこの他に基礎家庭学校がある。上級の学校はヘルボルン、またはディレンブルクへ行く。 幼稚園は、ブライトシャイト、メイデンバッハ、ラーベンシャイトの各地区にある。最も重要な雇用主がベスターベルダートーン工業、ゲオルク GMBH、カルトに、アダンボール、ザームモコ、シュライナーフォルメン、ホーフマムセラミックである。ありがとうございます。